ちゃんが興味元気に白黒のチャンネルのお時間です。どうも、口が回ってない白黒ちゃんでちゅうにです。ジジジチャンネルの味噌汁です。というわけで、今日はお城には実況をやっていきたいと思います。イエイ。神々よ。神々だな。はい。はい。今回はですね、オセロニア、うん、これはですね、CM 放送記念超ミラクルガチャっていうのがしてますよ。すごいね、ミラクルだね。そう。これしかも1月31日かまでやっててですね、新しく始めた方でも、確実に無料でレベルマックスの状態で S5 万回ゲットできるっていう、すごい。めっちゃすごいガチャ。これ、すごすぎる。絶対やるべきですよ。やるべきですね。はい。しかもですね、神か魔か竜か選べるっていうね。すごいよね。うん。ちょっとこちら詳細見ていきたいと思います。今日はね、こちらをガチャっと私とみそちゃんでやってみたいと思います。まずはね、属性を1個選んで引くことができます。はい。 S5 100% 100% って夢の数字よ。夢ですよ、夢ですよ。絶対出ますからね。はい。で、ラインナップ、まあこんな感じになってます。はい。まあ強いところっていうと、うん、神だったら、まあまあテラスとか、うん、ビクトリアあたりがもうかなりおすすめですね。うん、エジプリトも透過して結構強くなったので、うん、これもおすすめなんですけども、はい、まあ神で言うとそんな感じですね。うん、で、魔で言うと、まあなんといってもアズリエル。うん、持ってない方は、まあ、アズリエル。いいと思います。うん、あとは、そうですね、フルカスとかも初手でまあ強いですし、そうだね、無慈悲な。使いやすい。無慈悲、無慈悲。マジ無慈悲。神、自分の神だと初手で5000くらい食らいましたね。ね。はい。ヒューランちゃんもまあ強いですし、うん、あとはカーリーもまあ強いですし、うん、まあ、ガルムちゃんとかも強いので、まあまでも持ってない方はいいんじゃないかなと思います。続いて、リュウですね。リュウは結構最近強いキャラが増えてきたので、そうですね、うん、持ってないという方もいらっしゃると思うんですけども、まあなんといってもおすすめは、まあデレムとレグスあたりが持ってない方は、うん、引いたらいいんじゃないかなと思いますが、まあ、皆さんの、まあ、今のデッキの状況に合った、ガチャを引くのが良いんじゃないかなと思います。そして私は、竜引きます。おー、竜いっとく。はい。みそちゃんは？私は、魔かな。魔かね。うん。あ、じゃあ、ちょっと分かれて、ね、引いてみたいと思います。じゃあ、まずは私行きます。はい。やべえよ。何が欲しい？ちなみに、ピンポイントで。まあ、レグスかデレムですね。ここにあるけど。はい。で、この間、その、こちらにミッションというのが追加されて、うん、めっちゃ石もらえたんで、うん、まあね、結構回せる方もいらっしゃると思うんですけど、はい。ヨガじゃなくて、ちょっと緊張してきた。オッケー。ブルルのが、行きましょう。レイク使って、ガチャ行きます。 100% 行こう。やば。問題は中身が。やばいよ、これ見てやばくない？スペシャルだね。絶対スペシャルだね。じゃじゃん。絶対、ブルルというか、あえてオレンジから演出してくる感じね。あ、来た来た、無理だ無理だ。安心安全。まあいいんですよ。これ言ったか。あ、めっちゃスピードやった。メガレアフィクターとかやめて。お、新しいぞ。最近、賢者だ。最近追加されたキャラになるか。お、表になってる間、HP が減少しないほど、アタックが上昇し、最大リスクになる。アタック上昇あるみたいなやつね。はい。というわけでですね、私のガチャ行きたいと思います。はい、みそちゃん。まで何が欲しいんですか、一番は。いやー、ヘイランとか。アズリエル持ってるけど、スキルまだないんで、うん、まあ、アズリエル出ても嬉しいし、まあ、ヘイランさんとか、クイルクエンとか。クイルクエンね。そう。いいよ、楽しい。無慈悲なね、コマの。そうそうそう。クイルクエンは、なんかね、上級者の方が、こう、盤面を、なんか神々の遊びで使ってる。神々の遊びだみたいな感じで。でも多分、なんか、その、うん、チューニーちゃんぐらいだと多分あれなんだけど、私のあたりでも多分これ置くと意味が分かんなくなるみたいな。確かに確かに。ちょっと慣れてない人とかいっぱいいるから、なんかその、へぇーみたいなの。めっちゃ食らったみたいな。ワンチャン食らった。そうだ、食らいます。はい、なのでちょっと狙っていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。キラリズム。気がすごーい。はい。スペシャル。よいしょ。スペシャル。スペシャル。どうしよう、ブルーナイ。最近ブルーナイって演出も出てます。何それ？ヒルカラブルとか、これ、見ていいのか。あと、虹がかけらで入ってるとか。あー、ちょっと買って。うあー、これ難しいキャラだ。フレデリカ。フレデリカさん。逆にするやつ。あー、これでもね、これたまにいる使ってる人、びっくりする。これね、あのね、決めるとめちゃかっこいいよ。ね、あのね、後半で、ね、結構、そのマスが少なくなった時に、うん、クソほど回復マスを作られるんですよ。そうだね。神の、あの、コマをね、回復マスを生成するって子がいるんですけど、うん、で、ほとんど空いてるマスが回復マスになった後に、こいつ出されて、もう、本当に。超自爆。うん。ずーっと自爆。これ、あのね、
難しいんですけど、決まったらめっちゃかっこいいから。そうだね。ちょっとみそちゃんとかやってほしいもん。前もなんかね、あれだったんで、私敵でこれ使ってる子がいて、その相手の方で、うん。で、なんか自分がね、なんかすごい敵が、なんか毒いっぱい置いてきて、うん、こっち痛い痛い痛いってなったのに、後半置かれて、うん、めっちゃダメージ差が出ちゃって、へぇみたいな。すごいんですよ。すごかったんで、うん、まあ前半毒めっちゃ置いてから、後半の粘り始めとかね、うん、置いてる。方だったんですけど、うん、強いし逆もできるよね、カミパで。そうそうそう、ミスは、ね、最初ね、毒だったからね、うん、ウィーンみたいな、カイクカイクありがとうみたいな。まあでもこれね、あのターン数、はい、2ターンなんで、うん、あの本当にこう道が、うん、その、うんうんうん、道が見えた時に結構置いて決めに来るみたいな、ね、確かに。でもこれ決まったらめっちゃ、はい、かっこいいよね。かっこいい、あのやられた方が気持ちいい、うんうん、ビクトリアブーンっつってバーンってやられた、なんでビクトリアじゃなきゃ勝ったしみたいな気持ちに若干なるんですけど、フレデリカで決められた時はそれもワンヒーましたってなるんで、結構使ってほしいですね。確かに、はい、はい、というわけでこんな感じのね、プレミアム確定 CM 記念ガチャございますが、1月31日までやってますので、まだっていう方はね、ちょっと厳選して、はい、まあちょっと回してからでもいいかもしれないですね。そうだね、序盤ですごい石が集まりやすくて何十連もできたりするんで、うん、まあ、それをやった結果やっぱりこのキャラが欲しいなとかなった時に回すといいかもしれない。超コマのキャラも出るのでめっちゃおすすめです、うん、はい、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございまし ました。じゃあじゃんけんいきます。せーの、収録のじゃんけん最初はにゃーんじゃんけん、はい、ポーです。でチョキです。なのでチョキかグーの人は押してくださるよ。そして、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらに、チャンネル登録ボタンありますので、クリックまたはタップで登録してください。そしておすすめオセロニア動画こちらに貼っておきますので、そちらもぜひぜひチェックしてください。みそちゃんのチャンネル登録もぜひぜひ詳細欄からチェックしてよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。